はい、皆さんこんにちは。午後の気だるい眠い時間だとは思いますけれども、少しですね、もうお話に付き合っていただければと思います。はい、石塚清香ではなくさやかです。しらもう何年もお付き合いがあるはず、ね、姉さんとしか呼んでないから分からないですよね。お互いあだ名とかで呼んでると分かんなくなるってやつですね。はい、皆さんも気をつけましょう。はい、今ですね、秋田さんが少し競争ってこういうことだよねっていう話を皆さんにしたと思いますけれども、まあ、私もですね、横浜市役所の方に30年ほど勤めている中で、まあ、競争とかですね、民間の方と一緒に何かプロダクトを作るとかアウトプットを生むみたいなことを、まあ、結構やっておりましてですね、まあ、ちょっと競争には加減あるというか、言いたいことがたくさんあるみたいなところもありましたので、ちょっとですね、そのあたりをお話しさせていただこうと思います。で、そもそも競争って何なのよみたいなところも、まあ、なかなかなんかこう分からないままやっていて、まあ、そこがなんかこうお互いの言葉の齟齬を生んでいるみたいなところもあるかなと思うので、まあ、言葉以前にですね、まあ、概念みたいなところもあるんですけど、今日はそのあたりを少しですね、お話をさせていただいて、本当に受発注とかっていう関係ではない関係をやっぱり競争においては気づくことがすごく重要で、まあ、腹を割って話すとかってよく言いますけど、まあ、腹を割って話すとかって簡単に言うんですけど、どうやったら腹を割るんだって割れるんだみたいな、そういうところってなかなかこう難しいじゃないですか。なんかそういうところもですね、今日なんかちょっとヒントになるような話ができればいいなというふうに思っております。はい、まあ、軽くご紹介今させていただきましたけれども、今私ですね、個人事業主でもアグリゲートデザインという会社じゃないんで個人事業主なんで本当活動みたいなもんですけど、やっておりまして、今、一般社団法人コードフォージャパンというシビックテックと言われている民間の人たちと一緒にですね、地域課題の解決をしていくという概念なんですけど、そちらの方を推進する団体の方におりまして、ガブテック推進コンサルタントという名称で、主にですね、自治体さんの支援ですね、DX 支援とか、あと人材育成の研修というか、そういったことを中心にやらせていただいております。あとは、和歌山県のアドバイザーやったり、最近は豊橋市のアドバイザーが追加されましてですね、まだちょっとなんか1個2個今年は追加されそうな感じで、でも DX のおかげでですね、おかげさまで商売繁盛という状況でございます。はい、で2017年ですね、アワードは地方部門アワードというものを取っていて、まあ、初代のですね、受賞で、まあ、蛭田さんってですね、こちらの今主催側にいる蛭田さんと秋田さんもその後に何年か後についてきてくれたんですけど、まあ、そのつながりでですね、こういうふうなお仕事をさせていただいていると、ありがたい限りでございますというところで、はい、ございます。はい、経歴をもうざっと見ておいていただければいいと思うんですけど、まあ、単純に、横浜市に30年いました。デジタルの部門を長いことをやってました。まあ、んで、最終的には辞めて、コード方に行ってますっていうことが、だらだら書いてあるだけでございますので、後でゆっくり見ていただければと思います。で、行政の中でもですね、いくつか、デジタル的な活動ですね、まあ、たまたまそのデジタルの部門が長くなってしまったっていうのもよくあると思うんですけど、税金が長くなっちゃったとか、福祉の部署長くいちゃったとか、そういうことあると思うんですけど、まあ、そういうのがですね、たまたまデジタルに私はなってまして、区役所においてですね、パーソナライズ型子育てポータルですね、まあ、2013年とかで立ち上げているので、今だったらそんなに郵便番号と子どもの生年月日を入れてパーソナライズするみたいなアプリとかって、まあ、世の中に5万とあると思うんですけど、当時ですね、本当にそういうものがないときに行政の中でそういうものを作ったっていうことがですね、ちょっと割とバズりまして、全国各地でですね、そういった同じようなアプリがバンバン立ち上がって、なんか48ぐらいまで数えたんですけど、もう数えるのめんどくさくなって最後いくつになったか全然もう数えてないんですけど、まあ、今どこを見てもまあ、いろんなものがそういうふうな形になっているので、なんか特許とか取っときゃよかったってちょっと後で思ったみたいなことがありましたけど、そういったものを行政の中で立ち上げたりっていうのをやっています。で、デジタルの活動において、まあ、なかなか子育てだけっていうわけにもいかないので、まあ、防災のシステムとかなんか立ち上げたいんだよねとかって、防災の課題解決したいんだよねとかってボスに言われてですね、じゃあちょっと防災のシステム、これスタートアップの方と一緒に構築したシステムで、今一般に販売をされていて、今いろんな自治体さんで使われているシステムがあるんですけど、電話でテキストをですね、音声に変換して電話の回線に乗せて、それで300とか400とか本当に、まあ、下手したら1000とかそれぐらいの形で一斉に配信をするというような音声電話をですね、配信するみたいなシステムを立ち上げてですね、多分なんかそういうのもでもどっかお使いじゃないかなというふうに思うんですけど、そんなものを作ったりしています。あとは、オープンデータですね、
オープンデータ の、 あの活動っていうのは私もともと原点にありまして、行政ってあの本当にいろいろなデータを行政の中であの敏感に役に立つデータっていうのをたくさん持っているので、まあ、それはあの基本的にまあ公共財としてあの税金で作っているものなので公共の財産としてあのみんなに広くでいいじゃないかということをですねあの提唱をしておりまして、あのオープンデータの活動なんかもやって、まあ、その中であの写真のデータみたいなのを公開していこうよみたいなことをやったり、窓口の手続きですね、あの手続きのオンライン化みたいなこともやっていて、あのコロナでですね、危機管理保証人でってあの中小企業の方 の、 そのなんだろう信用保証付き融資みたいなもののために必要な認定のですね窓口がコロナだっつうのに非常にですね混み合ってしまったみたいなことがありまして、まあ、その時にですね、それこそグラファーさんっていう、まあ、今もしかしたら手続きのあれお使いかもしれないですけど、あのガブテック企業さんとですねちょっと緊急オンライン化ということをやって、まあ、それもですね割といろんなあの事例としてあの取り上げられたっていうのがあります。あの3時間最大3時間かかっていたあの手続きをですね1分から2分に短縮してしまったというですねあの結構爆発的なあの事例がありまして、まあ、それもですねあの手掛けたりしていました。はい、で今ですね、シビックテックと言われている先ほど少しご説明をした民間の方たちがあの自分たちの手で動かして地域課題を解決していくみたいなあの概念があるんですけど、まあ、今テクノロジーって、まあ、それこそ中学生でもプログラム書けるとかあのアプリ作れるとかあのそういうふうなあの時代になってきているので民間の人たちがですねあのそういったことに自分たちの力を使っていくみたいな概念がありまして、まあ、それをですね支援する団体の方で今は中心的に活動をしています。で今ですね、コードフォーホニャララっていう、まあ、地域ブリゲードって呼ばれているものがあるんですけど、それが全国に90ほどありまして、まあ、任意団体ほとんどは任意団体ですけれども、あのいろんなですね各地で、まあ、シビックテックの活動を仲間たちがしてくれているという状況です。あの埼玉にもコードフォー埼玉っていうのがありますので、なんかコードフォー浦和はどうだったかな、あると個別にもあると思うんですけど、あの身近なところにきっとコードフォーホニャララっていうのがあると思うので、あのご興味があればですねあのちょっとウェブサイト見ていただいてお近くのコードフォーにお声掛けいただければと思います。はい、でいきなりなんですけど、最近 DX って言葉知ってる人、まあ知ってます、すっごいバズワードじゃないですか DX って。私あの30年ぐらいデジタルの世界にいるので、まあ、なんだろう IT 化とか OA 化とか ICT 化とかなんかいろんな言葉であのデジタル化とかですね表現されていたものが今は DX になってるなっていう印象なんですけど、まあまあそうは言ってもですねやっぱりそうバズワード化しているというところがあります。で DX って、まあ、DX って、まあ、デジタルトランスフォーメーションの略ですけど、なんかこう一括りにデジタル化だよねとかって言われることがすごく多いんですけど、実はですねあの中には厳密にですね3つほどあの分類が分かれる部分がありまして、あの今日はですねこれをちょっと豆知識として皆さんに覚えておいていただきたいなというふうに思っております。で、単純にですね、まあ、なんちゃらシステムを入れて紙の申請書をデジタル化したので DX しましたとかって、まあ、よく言われたりするんですけど、まあ、あのおうと思いながらですね、まあ、それと一番下 の、 あのデジタイゼーションだなみたいなことをですね思いながら、まあ、聞いていたりすることあるんですけど、まあ、今例えば書かない窓口とかって結構流行ってると思うんですけど、書かない窓口であの例えばマイナンバーカードから4情報を転記して申請書を出力しますみたいなものってあのたまに見ると思うんですけど、まあ、それって私から見るとデジタイゼーションで、それがあの4情報が裏の基幹システムまで流れる、裏の基幹システムまで流れてその処理 の、 あのレベルに乗っていくみたいな話になっていたら、あのもう一つ上のデジタライゼーションになっていて、窓口受付からですねデジタルで基幹に流れて、まあ、ワンストップで処理まで終わるみたいな、あのそこぐらいまでなったらデジタライゼーションになって、で最終的にあの行かない市役所ですねがあの実現したらそれは DX だなっていうふうに私はあの頭の中でそういう分類をしていて、まあ、皆さんにはなんとなくこれを覚えておいてくださいね。今自分が今どこの段階にいるのかっていうのをですねあの認識をしながらあの進めていっていただくっていうのがあの必要かなと思ってます。で私の感覚としては多分デジタイゼーションを500回ぐらい繰り返したらデジタライゼーションになって、デジタライゼーションを1000回ぐらい繰り返したらデジ DX になるみたいな、あの結構その遠い道のりだなっていうふうには思ってはいるんですけど、まあ、とはいえ今あの社会テクノロジー の、 あの変革がすごく早いので、まあ、そういう意味では全然なんかこうあの夢物語でもないっていうふうな、行かない市役所がもう夢物語ではなくなってきているなっていうふうにはあのすごく感じているところです。で DX
行させるために必要なことって、まあ、いくつかあって、実は DX ってデジタルトランスフォーメーションのトランスフォーメーションの方がすっごい大事ですっていつも言っています。デジタルなんで、正直今皆さんスマホ持ってるじゃないですか。スマホ持ってない人いないですよね。皆さんが今手に持っているスマホって昔の最初の初期のアポロ計画の、コンピューターで使ってたコンピューターの何十万倍も、何十万倍かな、もっとかもしれない、ものすごく高性能なものを皆さん手に持って歩いてるでしょう、今の時代って。でもそういう時代が今現実になってきていて、どういうふうに DX を成功させするかみたいな話になった時に、デジタルはもはや問題ではないと。デジタルはもうそこにあるのだから、結局それをトランスフォーメーションとしてできるように取り込める組織文化っていうのがすごく重要だよって思ってます。みんな変化とか改善とかって基本的に嫌じゃないですか。嫌じゃないですかっていうのも変な話ですけど、めんどくさいんですよ。何かを変えるとか、例えば模様替えをするとか、好きな人は好きですけど、なんかあんまり掃除とか好きじゃないのに掃除しなきゃいけないんだよね、めんどくさいじゃないですか。私もめんどくさいですよ。でもなんかそれをやらないと結局もうより良いいいレベルにはたどり着けないみたいな中で、どうしてもやらなきゃいけないみたいなところが必要なんですけど、やっぱりその時ってそれをちゃんとモチベートできる組織文化みたいなものがないと先に進まないんですよ。結局それが冷やされるじゃないですか、ね、こういうのをやりたい、こういう改善をしたい、いやでもそれ難しいんじゃない、できないんじゃないとかって言われると、結局それをバンバン冷やされて終わっちゃうみたいなところあるんですけど、それを一歩先に進められるようにモチベートできる組織文化っていうものがないと、DX っていうのはすごく難しいことだなと思ってます。なので多分どんな人でも DX の話をするときには、もう D なんかもう極端な話、今これで言うと10ポイントぐらいで表現してて、 X の部分を1000ポイントぐらいで表示してくださいってみんな言うぐらい X の方が大事って言います。なのでその部分はですね、すごく皆さん覚えておいていただきたいと思います。あとは、デジタルを使っても使わなくてもですね、今の時代、自治体もですね、企業も自前主義っていうものを貫くことがすごく難しくなっています。今多分皆さんデジタルを使わないと仕事も、今の仕事もできないし、これからの変革もできないっていうふうに思うと思うんですけど、それって結局外の資源を取り込んでいる、自前で作っているものを使っているわけじゃないじゃないですか。で結局そういうふうに何もかも自前でやるっていうのはもう難しい時代になってきているんですよ、今は。なのでその変革、これから次の変革に臨む態度っていうのは大きく2種類に分かれていて、能動的、自分たちでどんどん学んで取り込んでいくっていう能動的な態度と、あとはいろんな事例が世の中にありますよね。この事例を取り込んでいこう、この事例を取り込んでいこうっていう受動的にやっていくっていう2種類があると思っています。で正直ですね、組織としてどちらを選択されていても、それはぶっちゃけどっちでもいいかなと思います。早いか遅いかの問題だけだとは思っています。ただやっぱりテクニカルなですね、技術の変革っていうのがものすごく早くなっている現在において、なかなか受動的な態度だけでそれをやっていくっていうのはどのぐらい遅れてしまうんだろうっていうのは正直ちょっと不安になるところなので、ある程度はやっぱり能動的に進めていかないと、なんかこう綺麗に美しくキャッチアップしていくみたいなことはちょっと難しいかなというふうに思っているところです。なので本当にそれができる組織文化ですね、能動的にそういうものが取り込んでいける組織文化みたいなのをどれぐらいちゃんと作れるかっていうのが、これからの自治体においてはすごく重要だなと思っています。そんな中でね、私とか秋田さんとか辞めちゃったりとかしているんですけど、でもそうは言ってもやっぱり外からそういう取り組みを後押ししていくみたいなことをちゃんとやりたいなというふうには思っているので、なんか私たちみたいなですね、外の資源みたいなのも、うまいこと取り込んで使っていただければなというふうに思います。はい。で、自前主義が難しい、じゃあ何か他の人たちと一緒にやらなきゃいけない、コラボレーションだ、じゃあ競争だみたいな話にストーリーとしてはなっていくんですけど、競争ってそもそも何でしょうねっていう話です。で、私の中で競争って少し難しめに言うと、いろんなステークホルダーがいます。企業の方、市民、民間の方、民間の方、市民、そうですね、NPO とか外の人とか、いろんなステークホルダーがいる中で、そういう人たちがですね、ある物事、例えば地域課題みたいのをあらゆる角度から観察研究した上で、そこから得られるですね、具体的な思考、これに関してはこういうことがあるよねっていう思考とかですね、分類を
素材として得た上でそれを組み合う、どうやって組み合わせてそれを解決していこうかっていうのをお互いに考え合う活動だと、お互いに考え合って共に作っていく、競争していく活動だというふうに私は考えています。で、すごくこの、活動をするときに大事なことがあって、いきなり物を作りますとか、まあ、例えばその なんだろうなんちゃらスペースを作りましょうとか、なんかこう空き家をなんたらスペースにしましょうみたいな、結構その構造から形から入っちゃうことってたまにママお見受けするんですけど、実はそれですね、ちょっとあんまりよろしくないなというふうに思っていて、構造から入らない方がいいですねっていうのを言っています。で、これですね、実はそのノーベル化学賞を取った偉いですね先生が言っていることで、三一構造論っていうのがあってですね、お味噌汁って皆さん飲むじゃないですか。でお味噌汁って温め冷えてると味噌と上の上澄みの出汁の部分で分かれてるじゃないですか。あれって冷えた状態なんですよね。でそれを下から火をかけて温めると、こうやってどんどんなんかこう対流が中でいくつもいくつも対流が生まれていって、その対流が構造を作っていくっていう形なんですよ。で基本的に人間の社会とか自然のものっていうのは大概そういう風になっていて、そういう風な形で構造が作れている、流れが先にあって、流れの中で構造が作られていくっていうのが自然物理的にはそういう法則が正しいんだよっていう風に三一構造論っていうのは言っています。でそういう意味で構造が先にあるわけじゃない、お椀が先にあるわけじゃないっていうことですね。お椀が先にあるわけじゃなくて、味噌汁と味噌っていう対流の中でそこで見えてくるものをどういう枠にはめていくのか、まあ、この場合はお椀っていうものに入れていくみたいな、そういうふうな順番が大事だよっていう話です。まあ、こんな感じですね。まあ、一番最初に温度差があります。まあ、次に対流が起きます。最終的にはそこから構造ができますっていう話ですね。これが0から1が生産される流れっていうのはもう大概これです。構造が先にあるわけじゃん、構造が先にあって1ができるわけじゃん、流れが先にあってそこから1なり0なりが出来上がっていくっていう構造です。なので、流れが先っていうのはその、ま、今で言うと皆さんは今その交流をする場にいます。この場っていうのは交流をする目的で皆さんいると思うんですけど、今皆さんはまさに流れを作ろうとしているところです。いろいろな温度差があります。お一人お一人の中にはその企業の方と自治体の方の中には温度差っていうのは確実にあります。でもその温度差があるっていう前提の中でそれを対流させていくことで一定の構造が何か見えてくるんだろうというところです。なのでそれをどれぐらい本当に対流の量を起こせるかが競争においてはすごく重要で、その量が多ければ多いほど何かが生まれてくる確率が高くなるっていうことです。で正直私の感覚で言って例えば私が100人誰か 人材の研修をしました、自治体の職員に研修をしましたって言った時に、その研修が正しく刺さる人ってまあぶどまりっていうんですけど、どれぐらいかなって思った時に多分 3% から 5% ぐらいだと思ってるんですね。まあ、100人教えても3人から5人に正しく刺さればいいかなってぐらいの、ちゃんとやりますよ、ちゃんと100人に届くようにはやりますけど、最終的にはもうそれぐらいになっちゃうなっていうふうに思っているので、やっぱりそれなりに量を起こしていかないときちんとしたものは生まれていかないなっていうふうには正直思っているところです。まあ、道具とかもそうですね。なんだろう、土があるからそこを耕すものがあるのであって、耕すものがあるから土ができてくるわけじゃないんですよね。土を耕して、まあ、そこにジャガイモを作るのか人参を作るのか、まあ、何でもいいですけど、まあ、最終的なそのアウトプットっていうのはそこのベースがあって、ベースの中に何かを流れを生みたいって思った時にその流れを生む道具みたいなものを使って、まあ、アウトプットを出していくということだと思います。で、最近ですね、私レヴィストロースっていう文化人類学の方がすごくですね大好きなんですけど、その方がですねブリコラージュっていう言い方を表現をしています。ブリコラージュってちょっとなんかこうかっこよく聞こえるんですけど、要するに日曜大工です。あり合わせのものをまあ、持ち寄って、まあ、その辺にある歯切れの木とか、ここにトンカチあるわ、ここに釘あるわ、ちょっとここにノコギリ持ってくるわみたいな感じでですね、まあ、いろんなあり合わせを皆さんでこう組み合わせていって、
それを最終的にですね、何か、まあ、なんだろう、犬小屋を作るのか、椅子を作るのか、テーブルを作るのか、わからないですけど、まあ、そういうものを運営できるよね、みたいなのをやっていくっていうのが、ブリコラージュの考え方ですけど、まあ、ジャングルの原住民とか、まあ、例えば日本の里山みたいなところもそうですね、まあ、そういう考え方が、すごくあるんですけど、まあ、あれは本当に何がそこにあるものでどういうふうに工夫をしていくか、みたいなことを、常にやっているっていう、思想なんですけど、まあ、それはですね、皆さん、それぞれの立場でいろんな素材を持ってるわけじゃないですか。まあ、どんな素材持ってるかわかんないですよ。まあね、考えてみていただきたいですけど、まあ、例えばなんだろう、市民とのつながりが、なんだろう、テクニカルに、こういう研究をやっている。こういう、なんだろう、企業があるとか、人とのつながりがあるとか、まあ、いろんな素材を皆さんはそれぞれ持っていて、まあ、そういうものをですね、きちんと、持ち寄ってどういうふうに組み合わせていくか、じゃあこれだったら自分はこういうふうにできるよ、みたいなのをですね、考えていくっていうのが、競争においてはすごく、発想としては重要じゃないかなと思います。で、設計図通りにきっちり作るみたいなことって結構行政の中ではあるじゃないですか。まあ、私たち自治法っていうね、法律に、いろんな法律にこう結構縛られながら、まあ、仕事をしているので、まあ、割とこういう設計図ね、みたいな感じで、そこをベースに仕事をしているところあるんですけど、正直設計図通りにものを作るとかっていうのはもう大量消費大量生産、大量生産大量消費、もう昭和だなって思います。昭和の考え方が、まあ、その時代はそれでよかったんですよ。大量で作って大量に売るみたいな、作っただけ売れるみたいな話ですけど、ね、昔はそれでよかったんですよ。でも今ってそうじゃないじゃないですか。作っても作っても売れない、どこにニーズがあるんだかわからないみたいな、時代に実際なってしまったので、もうそれだったらば、じゃあ、少し考え方を原始に戻して、まあ、昔に戻して、クリエイティブに、やっていくにはどうしたらいいかっていう考え方に、多分脳みそを持っていかなきゃいけないなっていうふうに思っています。なんで、ここですごく大事なのは競争、まあ、持ち寄りじゃないなので、揺らぐとか、ズレが生じるとか、正直当たり前なんでしょ。日曜大工で、素人が適当に、まあ、私とかが適当に作った椅子なんてきっちり収まってるとか、ミリ単位で収まってますとかないじゃないですか、基本的に。でもそれってすごく当たり前の話だし、なんかそこにこそ味があるみたいなこともあるわけなので、なんかそのズレとか揺らぎとかを、当たり前だよねって思いながら、お互いに持ち寄ってコラボレーションしていく、まあ、そういう考え方がこれからできるかどうかっていうところがすごく重要だなっていうふうに私は思っています。なかなか難しいですよ。本当に難しいです。人間の思考って本当にこう型を外すとか、そういうことって本当に難しいんですよ。私も改善とか、まあ、BPR とか、そういう活動を本当にこう自治体の中でやりますけど、いやでもこういう申請書を作ってるんでみたいなことを言われると、いや別にそれ絶対ですかみたいなことを言いますけど、でもなんかそれがやっぱりそういう仕事をしてた人がなんかこう、いやそれが絶対じゃないんですっていうのはなかなか難しいっていうのは正直分かってはいるんですけど、でもそれをやれないと多分その先の、なんだろう、 X の先みたいな世界にはちょっとたどり着けないかなっていうふうに思っているので、まあ、ぜひですね、なんかこうその思考のみんなで日曜大工しようみたいな、なんかそういうですね、先生をしてみていただきたいなというふうに思っています。はい。で、まあ、少しですね、まあ、事例的なものをやってきたりもしたんですけど、まあ私がさっきその話をした KKG 情報システムっていうものがあるんですけど、まあ、これなんて本当に、まあ、ブリコラージュといったらそうなんでしょうけど、まあ、区役所そんなにお金もなかったので、なんかこう企業さんにそうプロダクトを作ってもらって、でそのプロダクトを私たちが市民と一緒に検証をするっていう形でコラボレーションをさせていただきました。お金は出せないけど市民とのつながりはあるので、その市民と一緒にその製品がいいかどうかっていうのを試してみることはできるよっていう、その環境ですね、音楽提供した上でこれを作り上げていったんですけど、本当にですね、すごく簡単な話で、PC の管理画面にログインするとパネルがあるので、まあ、例えば台風が来るんで自分ところの町内会館開けるかどうか教えてくれるみたいなのを、当時300人とかかな、自治会町内会とか防災部長さんとか登録をしてたんですけど、まあ、その人たちにですね、そのテキストの内容が好きに打ち込んでいいんですけど、好きに打ち込んだテキストが音声変換されて電話回線に乗って、で300人とかだったら2分ぐらいで全部発信が終わる。で相手には、はい、開けるんだったら1、開けなかったら2みたいな感じで、まあ、電話ダイヤルで教えてくれみたいなことを電話から流れてくるので、まあ、それを押してもらうと集計されて、私たちは町内会館は大丈夫、この町内会館はダメみたいなのを
一気に集約できるみたいなのシステムだったんですけど、これですね、本当に自治会町内会に試してみたときに、例えば音が聞こえづらいとか、もうちょっとなんかこう明瞭に聞こえる方がいいみたいな話とか、本当にいろんな意見が上がってきて、でそれこそがプロダクトを作る人たちが欲しているものなんですね。本当に生きたプロダクトにするためにどういうふうにユーザーの人たちがそれをきちんと使えるのかっていう意見で、本当にそのプロダクトを作る人たちってむちゃくちゃ欲していて、それがですね、得られることがものすごくありがたいというふうにおっしゃっていただいて、このコラボレーションがですね、これ真面目にシステム作ろうと思ったら多分なんかもう1000万とか真面目にかかると思うんですけど、私たち本当に何十万とかってレベルでですね、これを手に入れさせていただいたっていうのがあって、使用料は払いましたけど、イニシャルコストなくですね、こういうものを使わせていただいて、実際に企業さんもそれをここから先売り込んでいて、いろんな自治体で使っていただいたっていうところがあって、最終的には投資回収していたと思うんですけど、今ですね、その企業さんはこれだけではなくて、教育のシステムとか、なんかいろんなシステムですね、本当にもう当時はスタートアップで立ち上がったばっかりのほやほや の企業だったんですけど、今はですね、いろんなプロダクトを作っていろんな自治体さんにご提供しているというような感じだったと今は聞いております。今でもその社長さん付き合いしてますけど、はい、っていう感じですね。で他にもですね、多分その競争の事例っていうのは世の中に本当いくらでもあって、プロダクトに限らずですね、横浜でもたくさんありますけど、例えば横浜ね、ガンダムとか動くガンダムとか最近までありましたけど、あれとかなんてまさに競争の事例で、あれ別に横浜市がお金出して出しているわけじゃなくて、山下ふ頭貸してあげるから、山下ふ頭になんかやりたい人いたら出てきてみたいな感じで、逆に横浜がお金をもらっているみたいな感じだったんですけど、なんかお金がないなら知恵を出そうとか、お金がないなら別のものを出そうとか、そういうふうな発想っていうもので、いくらでも競争の取り組みっていうのは進んでいける。特に自治体なんかは、それこそ市民とのつながり、データ、いろんなものがあると思うので、そういうものをですね、使いながらやっていけるっていうふうに思います。で、企業の方も企業の方でですね、やっぱりそういうふうに言いながら、自治体の中ではいろんな難しい問題ってあります。そうは言っても自治法ってやっぱりもう本当に大昔に作られたものなので、なんだかんだそれに縛られてしまうところ、ちょっと国がそれはどうなのかなと思うんですけど、地方創生とかやれって言うんだったら私はそこ全部変えておくべきだったと思うんですけど、でもなかなかその古いまんまのしきたりの中でやっているみたいなところがあるので、そこを乗り越えるのは難しいみたいな状況があるっていうのも分かっていただきつつ、なんか自治体の中さんとですね、どういうふうにやっていけばいいのかみたいなのはですね、お互いの対話の中で、流れの中でそれをですね、明らかにしていくっていうことをですね、お互いに心がけていただきたいなというふうに思っております。はい、ちょっと数分早いですけど、はい、以上とさせていただきます。はい、ありがとうございます。そのまま置いとってもらっていい？ちょっと一瞬、いいか質問が、すいません、僕もスカヤ姉さんも早口なんでいやごめんね、いや俺が早口だったけど、結構いい感じで時間が余ってます。で、スライドゥですでに質問がいくつか来てまして、それに合わせてお答えができたらなというふうに思うんですけど、はい、ちょっと画面が映るんですけど、なんか言いたいことある？そういえばスライドゥのさっきあれいいねの話してました。いいねしてなかったんですけど、いいねってこの質問いいなと思って押してもらえると実は上に上がるシステムになってるんで、これ俺も聞きたかったわってやつがあると上にポチポチ上がってきます。なんで、みんなが聞きたい質問から聞けるようになるんで、おなんかめっちゃ増えた、いいや、なんだこれ、関係構築難しいですよねっていう一番上のやつが、これ僕の方かな、熱量ある公務員との出会いが難しいといつも感じてます。めっちゃ聞かれることですよね。めっちゃ聞かれますね。 どうやってつながるんですかそういう人と、みたいな話なんですけど、どうやってます？どうだろう、なんか熱量のないわけじゃないと思っているんですよね、正直。公務員って別にその営業をするとか利益を求めるとかっていうのじゃないので、一定なんか公共の福祉の向上みたいな、なんか結構その大きな目標に向かって進んでいて、それをね先制してから仕事に当たるみたいな感じなんで、なんか企業さんの側もなんか自分たちはその自治体にこれだけ熱量があるよっていうのをなんか表してほしいなっていうふうにはいつも思いますね。正直なんか総合計画も読まないで来るみたいなのは正直勘弁してほしいなって、なるほどね、思いますね。でもなかなか実際に企業さんと一緒に自治体行くとめちゃくちゃ断られるっていうのが多くて、それはありますよね、はい、多くて、これどうやって
言うと、なんかやっぱりね、どこの自治体でも何人かはそうやってなんとか動いてくれる、うん、さっき言ったように公務員の人って別にそのなんてだかサボってるわけではないサボってるわけじゃないですね。今そんなにねサボってる人ね少ないと思います。だいぶ淘汰されました。本当に残ってる人めちゃくちゃ精鋭が多くなってきてるなと思うんですけど、サボってたっけ。でもやっぱりこう守らなきゃいけないところがあっていやこれやっていいですかね、こんな話聞いていいんですかねみたいな迷いがめっちゃあるっていうのが今の公務員の実情なんで、そこの突破の仕方を分かってる人を一人横に置いてあげるとちゃんと突破できるみたいな、これ大丈夫ですよ突破してみたいなことを横で言ってあげる人が出るといいんですけども、うん、それを見つけるのがやっぱ難しいですよ ね, そ, うですね。でそれ見つけるときに僕はいつも言ってるのは、とりあえず Facebook で名前さらしてるやつは見つけろと。だいたい公務員って恐れてる人は出さないですよ。名刺も出さないし自分の名前を公表して SNS も出ないですけど、何々氏ですって言ってる人は自分がいたら、その人がいたら結構使えるかもしれない。それは一つの目安かなって僕は言ってます。最近ノートとかね書いてる公務員多いですよね。公務員ですって言って、はい、ノートとか書いてる人、ちゃんと情報を晒して自分の所属を晒してる人っていうのはちょっと頑張ってやる気がある、はい、やる気があるというわけで、やる気はみんなあるんだけど、リスクを取れる勇気がある、勇気ある感じかもしれないですね。はい、じゃあ次滞留の話が来てるんですけど、滞留が大事、なんかすごいいい感想です。初めて聞きました。よなんか希望が持てる良かったです。すごい温度差感じてるってことです。そうそうそう、いやでも当たり前じゃないですか温度差って。正直私と秋田さんだってで、ね、なんか絶対なんか温度差があるし、はい、なんか結構その温度差を解消するのがそのコミュニケーションだし対話だしっていうところで思うので、なんかやっぱりもう私ファシリテーションとかもすごくなんかこう重要だなと思って研修とかでやったりするんですけど、なんか対話をどう促進していくか、まあ、どういう言葉を投げるか、まあ、例えばなんかオープンクエクションで投げるのかクローズドクエスチョンで投げるのかみたいな、なんか話のこう持っていき方っていろいろあるんですけど、まあ、それをなんかこう駆使することでまたなんかこう流れがなかったところに流れが生まれたりっていうのがあるので、まあ、それはなんかこういろいろな取っかかりを見つけてほしいですね。まあ、とにかく温めなきゃ話にならないので、なるほどね。なんかこうね滞留するのになんか結構僕は今言ったら通訳に近いですね。行政と民間の間入ってますって言ったんですけど、もう地元で実は民間企業のお手伝いしてるんですけど、民間企業の若手社長でしかも元冒険家ってわけのわからない社長がいてですね。行政の職員と話が合うわけがないって、なんか電話がかかってきてちょっと喧嘩しかできないんだけど何とかしてくれって言われて、で話を聞いてこの人がやりたいことは実はこうなんですよと、でその人に対してこう地元の自治体が答えてるのは実はこういうことなんですよっていうのを、ずっと間に入って会話をしてたんですね。なんかすごい仲良くなってですね、そうでしょうね首長が登壇してくれるまでになってこっちのイベントにとかそういう感じでやっぱり言葉が通じないと滞留も生まれないなみたいなのがあって、温度差はあるんだけど、やっぱりこう対話できる状態を作ってあげるとなんかちょっとずつ混じってくる、 あいつなんか実はいいこと考えてんなみたいなのがお互いに分かるみたいなのは結構大事だな、大事ですね、はい、思いましたね。言うところありますよ他に。いえいえ大丈夫です。次いきますよ。今度移動するんですと熱意ある職員から言われた時の対応はどうしましょう。あ、素晴らしい。これだからいいですよ、熱意ある職員が移動していくんで、うんうん、この人が、ぶっ刺せる場所が増えていく。 あります。さっきまで DX の部署でいた人がなんかわけのわからないこう介護保険とかに行けるみたいなのか、させます、させるところが増えると思ってもらったらいいで、逆に言うとそういうなんか熱意ある職員はちゃんと捕まえて、担当離れちゃったから、まあうちの企業としてあんまりコミットできないなみたいな部署に行っても捕まえておくのが大事で、大事です。後で相談すると割となんか元の部署に戻って相談してくれるとか結構あると思うんで、なんかそれは結構大事だなとは思ってますね。はい、って感じ。そうですね、まあ大概そういう人たちはね、なんかこう町内にちゃんと人脈があったりとかするので、まあ、公務員ってね、こうなんだろう、競合関係とか敵対関係にならないので、まあ、大概ね何かしらの人脈があったりするので捕まえておいて損はないと思います。はい、じゃあ次ちょっと下に流してもらいます。デジタル化を進めるスーパーシティスのどちらも共通しているものがあるとか言いました、うん、でもこれはいいですね。そうですね、誰が、でもスーパーシティイコール、デジタル化ではないとは思うんですけど、やっぱりそのさっき、ね、言っていただいたトランスフォーメーションっていうのはちょっと意識してほしいなと思うんですよ。今ある課題っていっぱい自治体の職員とか持ってるし、これから公開していくんで民間企業と考えるんですけど、課題をそのまんまなんか解決するってこう裏表ではないと思ってて、でこの課題って
もうちょっと大きな課題持ってませんかみたいな、だけど徹底的に観測するってあったじゃないですか。あれすげえ大事だなと思って、え、これって本当に課題ですかみたいな問いが割といるんだなと思ってて。そうですね、なんかデザイン思考とかってね、まあ今もねちょいちょい言われますけど、デザイン思考ってやっぱそういうプロセスを経るんですよね。探索して、発見して定義して最終的にはなんか提供するみたいな、なんかそういう4つのプロセスを経ていくんですけど、なんか結構同じだなと思っていて、なんかその最初の探索がないとその次の段階にも進んでいかない。なんかそもそもなんかちゃんと課題が分かってないのに、なんかこう何かを作るとか無理じゃないですか。なのでなんかお互いにこれってこういうことですかみたいなのをですね、なんかお互いに探索し合っていてほしいですね。そうですね、だからなんか課題の深掘りは割と大事だね。とりあえずクエスチョンを持つ、まあ、僕今本当地元でやってるのはシャッター商店街、はい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 、シャッター商店街開けたいんです、うん、なんで開けるんですかみたいな話それからやっぱ始まるだけで開けた方がいいなって分かる、分かります分かります。昔流行ってて賑わっててすごい良かったんです、うん、でも今いるんですかみたいなところから始まって、本当にシャッター街を開けるべきかみたいなとか、シャッター街ってなんで開けなきゃいけないのとか、じゃあ開けるんだったらどうするのみたいなとか、次何狙うんですかみたいな問いは自然と立つようにしてもらえると、いろいろ変わってくるなと思うんですよね。全くない。はい、そして次どれだ。企業さんに対して営業ありがたいしソリューションにも興味あるけど、いきなり予算つけられない、随意契約も無理ってことを説明するのが申し訳ない、まずはその前提を共有したい。あ、そうですね、さっき言った話ですね。あ、ちなみに行政の予算って8月ですね。頑張って、はい、頑張って、来年度の予算を取ろうと思ったら8月までフラッシュしてください。だいたい8月ぐらいに概算要求って言って、来年度予算 どれぐらい欲しいですかみたいな各部署に聞く場面があるんですね。それがこう冬に向かってだんだん固まっていくんで、なんか4月に行って今年度こんなんやりたいんですって言ったら無理ってすぐ言われるんで、行く場合は無理なことを前提に、お金ないの分かってますけどちょっとこんなことできませんかとか、10万ぐらいなら出ますかねみたいなとかね、そのレベルで話をするといいんですけど、狙うんだったら来年度予算、来年度予算狙うんだったら夏までに何か動きを出すみたいなことは、結構一応これ常識として覚えておいてもらうと、割と自治体職員となんか切れずに済むと思います。なんか無理です、できません、無理ですみたいな感じですぐ言われるんで、そうじゃなくてみたいに言いたいんですけど、なんかどうしてもめちゃくちゃいいやつはたまにつくんですけど、補正予算とかですね。まあ難しいでしょうね。その公平とか平等とかってどういうふうに考えるんだっていう話。私が例えばそのグラファーと何かをやるみたいな、グラファーと何かをやるっていうことは、それは公平の観点からどうなんですか。IT 企業ね、先で。あ、そうですそうです。グラファーってあのガブテック、手続きのオンライン化ツールとか出しているところとやるみたいな話になったときに、それはいいのかみたいな話はされるんですけど、私はグラファーがこう実証に協力してくれて、世の中にそれしかないツールを生み出しているっていうのを知っている。それを説明した上で、こことしか契約できませんみたいなことをやるんですけど、横浜って結構競争の取り組みが長くて、もう十何年とかもうやっているんですけど、その横浜の競争推進室っていうところで言っていた公平の考え方っていうのが、横浜は24時間365日いかなる方からの提案も受けます、受ける窓口を持っています。フォームがあるんですよ、競争 の提案ができるフォームみたいのがあるんですけど、24時間365日いかなる方からの提案も受けします、それが横浜における競争の公平ですっていう言い方をしています。それは機会の公平っていうことですね。なので、例えばこう誰かが、いやこれはここの企業だけやって不平等じゃないか不公平じゃないかって言ったら、じゃああなたも何か持ってきてください、私たちは別に拒否しているわけじゃありません、持ってきてくださいっていう言い方をするんです。それぐらいなんかこう腹をくくれたってくれる人がいたっていうのはありますけど、 でもそれって私一定正義だなというふうに思っていて、なんかそれぐらいなんかこうくくれないとできないこともありますし、きちんと理論武装するとか大事ですよ。ある程度ちゃんと説明責任を果たしながらやらなきゃいけないので、理論武装するとか大事ですけど、でもやっぱりその基本的にはスタンスとかっていうのはすごく大事だなっていうふうにいつも思っていて、いろんなところでこの話するんですけど、なんかそれはですね、なんか覚えておいていただきたいなと思います。はい、さっきコメント入って、うちの市は新しいことだと前年の6月末ぐらい夏じゃねえ、夏じゃない、夏入る前にくれと、今ぐらいには欲しいみたいな感じですね。5月6月には欲しいなって感じですね。はい、次どれ行こうか。いった、民と官では言語がうまく伝わらない、会話が成立しないことが多い、優秀な通訳です。あ、さっきの僕の話です、ありがとうございます。ちょっと上に下行ってもらって、で誰がやるのか問題は、
いつもついて回ると思います。予算や人の確保を含め、あ、そうですね、だから予算と一緒で、予算とセットで人がつくんで、6月末早い人は言わないと、これ大きなことやるんで予算つけてください、人つけてくださいみたいなのはそうかなと思うし、まあでもなかなか優秀な人がそのままドンピシャでつくみたいなの結構難しいかもしれないですけど、まあ、あのベースが優秀だっていうふうに信じてもらえると、いろんな対話ができるかなっていうふうには思います。はい、あの、まあ、いろいろ言ってるけど、僕も民間にいるか分からないですけど、民間が優秀なわけでもない。じゃあわけでもないです、ね。民間にもいろいろいる。いろいろいます。お互い様なんで、いろいろ会話をしましょうですね。はい。で、次なんだ。DX の必要、DX の必要性を説明するのに、膨大な時間と資料が必要で、紙資料をするために、ね、モチベーションを維持するのが大変です。そうです。あるあるなんですけど。あるあるですね。いや、なんか、あの、変な話ですけど、時間が解決することもあると思っていてですね、私とかなんかもうここなんかこう死んでももう動かないなみたいな話だったときは、なんかこう1年ぐらい寝かしたりするんですよ、正直。あのアイデアって別に自分の中で持ってて腐らないので、なんかいくらでもなんかこうアイデアを持ってて、なんかいくつかこう打ち込んでみて、あ、この人はもう絶対刺さんないなとか、これは動かないなと思ったら、まあ、動きそうになったらまた出そうみたいなあのことはまあまあよくある話なんですけど、まあ、それであの、まあね、とあるおじさまに、先輩のおじさまに打ち込んだら、あの全然動かなかったので、でもその人3ヶ月後に移動するの分かってたので、まあ、移動してからよって言ったら、移動してから行ったらあっさり全部取ったっていうのは結構あってですね、なんかそのタイミングを見るとかっていうのもすごく大事ですね。タイミングもあるしね、場所もあるし、場所もあるし、まあ、僕も神戸市でやろうと思って、うん、神戸市で断られたらなんかよその自治体に持っていくとかっていうのがあってですねあの行政って面白い世界で、前例踏襲主義の壁ってあったじゃないですか、うん、僕すごい好きで、前例踏襲主義っていうのは、前例があるとみんな踏襲してくれる、踏襲してくれるんですよ。前例がないからできませんってみんな言うんですけど、前例1個作ったらできるので、ちっちゃい町見つけて、あのドンって組んで1歩進んだらすごい勢いみんな横に並んでるんですよ、はて全国はね。そういう意味では、あのなんと今回の埼玉県のこの市町村の皆さんは、ぜひともその前例1個目作る方に立つ醍醐味っていうのを、なんか今回味わってほしいなんて。新しいことを1個やった瞬間にいろんなとこから聞かれます。あれどうやってやってるんですかみたいなとか聞かれます。で、あの著作権ないんでめちゃくちゃ真似されてためちゃくちゃ真似されてました。いっぱいいろんなとこに入り始めるんで、それがあの組んでる企業さんのメリットにもなったりしますんで、なんかそういうところをこう出せる、なんていうの、一歩足が出せるあの自治体になるとですね、いろんな企業が本当に組みに来るのはあります。なんでぜひこういい前例を作ってほしいなというふうには思いますけどね。はい、さあどれだ、デジタル化の利便性を一担当者の手から離れ、グループ組織全体まで伝えることが難しい、一人でやっちゃってるパターンですかね。一人でやっちゃってるパターンですね。なんか小さくやっていくって大事だと思ってるんですよね。結構大きなことをドーンってやろうとして、なんかこうああダメってなることあるんですけど、なんかこう例えばすごくちっちゃくなんかデジタル化して、それがなんかこう作業時間が10分短縮されましたみたいな、私これ立派な成功だと思っていて、なんかこうその成功をちっちゃくちっちゃく積み上げていって、最終的にはそれってやった方がいいんだねっていうぐらいの空気になったら大きくなんか出していくみたいな、なんかそれぐらいの感覚でいた方がいいかなって気はします。新しい部出てきた。お金出しますとよく聞くのですが、いくらぐらいならすぐ出せるんでしょうか。お金を出すってどこですか。自治体がお金出すってパターンかな。どっちが多分、いや多分民間じゃないと思うね。こういうお金出しますって多分自治体の話だと思う。あ、多分ね、民間だといろいろじゃん。確かに自治体だとお金出しますって言われると、大体あの課長選決ってあるんですけど、そうそうですね、そレベルで言うとそこぐらいかな。あの各自治体で選決事項って規定が決まってて、課長さんが自由に動かせるお金があるんですよ。あのわざわざ首長まで言わなくてもいいみたいな、そのレベルだと出るんですけど、少ないですね。少ないと思いますね。基礎自治体だと、まあ、その自治体の予算書って出ているので、世の中にね、あの絶対公表されているので、まあ、予算規模みたいのをあの見て、ね、あのなんかこう目安的にどれぐらいかなって、まあ、うちの団体とかよくやりますけど、あの入札出てるって言ったらこれぐらいじゃないとかって、予算規模的にこれぐらいじゃないとかって。割と上の方でチャレンジングな項目でお金積んでるやつは、ちょっと予備があります。うん、そうっす、なんとなく。っていうのはありますね。であの割と下の方で毎年やってるやつは予備が全然ないです、うん、形状で毎回やってるんで、どんどん削られていくってなって、あの今回の例えば埼玉県のどこどこの市がめちゃくちゃこう首長が掲げてる、例えば子育て政策だみたいなところは、なんか割とね、予備っていうかチャレンジ用に何かしなきゃいけないんで、
動くお金が積まれてる、うん、そこは、今年度でもなんかチャレンジできる可能性はあるってことです、ね、実行予算とかね、そんな感じですね。規模全然違うので、まあ、下手したら東京都とかってまあ8兆円とかなんでしょう、年間予算、一般会計で8兆円、まあ、横浜市で1兆2400億円とか、まあ、それぐらいですけど、でもやっぱりちっちゃい自治体に行けば行くほど、まあ、あのふるさと納税で儲かってるとかっていうのはありますよ、ありますけど、でもやっぱりなんか基本的にはもうちっちゃくなっていくっていうのが普通なので、まあ、やっぱりその中で、あとはなんか逆にお金じゃなくて他の資源を出してくれるとかっていうような場合ももしかしたらあるかもしれないので、まあ、なかなかお金がないからイコールダメ終了みたいな感じでもないかなとは思ってるんですけど、はい、ありがとうございます。ちょっと時間来ちゃったんで、なんかいろいろ提出して、どん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 スライド増えてきてるんで、本当に必要なら直接聞きに来てください。いろんな RJM も含めて教えますんで、はい、ということで、第2部、石塚さんの講義プラス Q&A、 はい、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。